都市伝説とは。何ですか？え？究極のエンターテイメント。今日はそんな究極のエンターテイメントを語らせていただきます。都市伝フェスオと申します。よろしくお願いします。そして私が都市伝フェスオさんの語りを聞く人間、マックスメダ。こんにちは、ハラミンです。今回は村井さんからいただいた、しば漬けみたいな、そんな都市伝説はございませんでした。六本木 OL みたいな、そんな都市伝説はなかったんで、代わりの都市伝説を持ってきました。キーワードとしてないかっていう、私が聞いたやつか。はい、なるほどね。まあ、六本木でしば漬けで OL なんてないやろ。あるわけない。あるわけない。しば漬けの都市伝説ってどういうこと？しば漬けで入っちゃうから。しそにつけたら何？今回は、呪術廻戦にまつわる都市伝説です。みんな大好き。ご存知ですか、呪術廻戦。どうやってんか。村井さんのために呪術廻戦についての紹介を軽くさせていただきますと、はい、読んでない男です。読んでない男でも、簡単に分かるようにお願いします。2018年から週刊少年ジャンプで連載されている作品なんですが、その人気はとてつもなく、アニメ化されるほどとても人気、どういうお話かというと、虎杖悠仁という主人公、高校生の主人公が突如、呪霊と呼ばれる化け物に襲われてしまいます。呪霊とは一体何なのか、人間は日々生活の中で憎悪や後悔といった負の感情が溢れ出す生き物です。そしてグリーフシードが染まり割れた、そういった負の感情が呪いとなり、特に学校や病院など人が大勢集まる場所に吹き溜まりやすく、この呪いが呪霊という化け物になって人間を襲ってしまうんです。という設定の物語。という設定の物語。呪術廻戦。大変ですよね、襲われたら。大変です。大変です。それを、やっつけるのが主人公の虎杖悠仁なんですけど、そんな、呪術師と呼ばれる虎杖悠仁、呪霊と戦う理由の一つに、宿儺という存在があります。聞いたことあるな。人気キャラクターの一人なんですけど、千年前の呪術師で死後もなお現代も、脅かす呪いの王と恐れられている男です。敵なの？敵か味方か。あまりにも強すぎるがあまり、千年前に、20本の指が特級呪物として現代まで封印され続け、なんと虎杖君はその指を食べちゃいます。はい、飲み込んじゃいます。はいはいはい。そして宿儺と共存することになってしまって、宿儺の力を借りて戦ったりもするんですけど、宿儺とはそういう人物キャラクターです。漫画に出てくるキャラクターね。カッパのミイラみたいなのがいいな。カッパのミイラとは比べ物にならない。怒ったんですよ。最強なんです。最強なんだ。呪いの王なんで。はい、一番強い。めちゃくちゃ強い。でここからが本題なんですけど、その宿儺がなんと実在したんです。ピポン。はい、村井君。平安時代。分からない。分からない。正式名称は、両面宿儺というんですけど、岐阜県の飛騨地方に伝わる伝説の主人公がモチーフとなっていて、日本書紀に登場します。だいぶ古い。だいぶ古い。どのように書かれているかというと、そのまま文章を現代に訳して、お話しますと、飛騨国に宿儺が現れたのは初代神武天皇から数えて16代目にあたる仁徳天皇の時代の65年目のこと。長生き。
詳しそうですね、その仁徳天皇陵、大仙陵古墳とかみたいな。おえー、神武天皇って一人目じゃない？初代ね、初代だよね、うん、初代。あ、その時代で言うと何時代なんですか？仁徳、まあだから古墳がどんどんでかくなっていってる時代だから、古墳時代とかめちゃくちゃ前か、うん、めっちゃ前、平安より前、平安より全然前、日本初代か、ね、遥か、うん、体は一つで二つの顔を持ち、ああその顔はそれぞれ反対方向を向いていた。ああ、はあ、頭頂部で一つになり、うなじがなかった。うなじがない、あ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 、そういうこと？それぞれに手足があった。ああ、うん、膝はあったが、その裏のくぼんだ部分とかかとがなかった。なんか、亮と香織が背中向き合って、背中と背中合わせて両面戦ってるみたいな。なるほどね。そういうことね。左右じゃねえんだ。あ、もう前後なんだ。前後だから、うん、180度そっち任せた、俺こっち180度っていう状態でくっついてる。ああ、だからこの膝の裏はないんだっていうことですね。ああ、なるほどなるほど。力は大層強く敏捷だった。もう素早い、左右に剣を帯び4本の手で弓矢を使った。おお、さっき20本って私言いましたよ。はい、そういう伝説から来てます。ああ、なるほど、はい、天皇に従わず人民を略奪して楽しんでいた。うん、楽しんじゃう。そこで天皇は何話の猫竹古熊を使わして、うん、スクナを殺させた。なんなんすか、何話の猫竹古熊、なんか人の名前みたいですね。なんかいきなりパロディっぽい名前のキャラが出てきたな。なんか昔の方の名前って難しいですよね、うんうん、まあ、そういう方がいたらしくて、うん、問題を起こす人物だったから、もうあいつはダメだ、殺させた、はい、っていう、まあ日本書紀に伝わる宿儺のお話があるんですけど、古熊強えな。もう古熊って呼んじゃってるんですね。古熊すぐ距離縮めるから人とやめてよ。古熊だいぶ強い。古熊があだ名か分かんないじゃん。 そこで区切るかも分からん。分かんない。確かに。しかし、うん、しかし日本書紀とは別の飛騨に残る両面宿儺出現記というあるんだ。そんなものが、はい、異なる宿儺の姿を伝えています。うん、要するに伝わってきてる姿形っていうのは少なくないよってことね。どうす、いいね。あ、1いいね。ありがとうございます。あ、ピン、あ、もらったじゃないですか、ポイントゲットから。まあその異なる少なの姿とは、仁徳天皇の時代、日面村の、うん、では、うん、が平の山神が大迷道し、まあ、なんか山がこうそうガーって揺れたみたいな、はいはい、揺れ動いたみたいな、はい、大迷道し、はい、岩壁が崩れて岩窟が生じた。おその岩窟の中から二面四手四脚、まあ先ほど言った顔と手足が二面ある、はいはい、うん、ここは共通なんですよね、うん。で、身の丈6メートルの両面宿儺が甲冑を織り、手にマサカリを持って忽然と出現した、うん、山の畑で仕事中だった村人たちはこれを見て大いに恐怖し逃げ散ろうとした。すると宿儺は大声で告げた。恐れることはない、我は今仏法守護横暴一大事の時であるので、この世に出現したのだ。現世に奉仕するものなのだ。日本語で OK。 まあ怖がったからビビるなビビるな、私はいいやつだぞ。ああ、そういうことだよね、簡単に言うと。ああ、そう、まあ、伝えたそうで、はい、逃げ惑う、村人の中の一人の男が踏みとどまり、尊者の命に服したいのですが、お体が大きいので、狭い我が家に招くことができません。
まあ、でか、うん、さっき6メートルって言いましたね、うん、もう家に入らないよと。すると宿儺は韻を結んで、お忽然と体が小さくなって11面観音に変化した。男はこれを大切に抱いて、ひよも村に帰り接待した後、案を立てて宿儺に従えたそうです。なんかいいやつになっとるやん。そうなんですよ。日本書紀では悪いやつとされて殺された宿儺なのに、ひだに残る両面宿儺出現記にはいいやつとして、まあ、11面観音として書かれているという2つの、まあ、お話があります。うん、日本書紀とは違って、まあ、観音様の化身として現れた両面宿儺、うん、いろんな説があって、まあ、面白いんですけど、はい、面白いです。まあ、ところ変わればその英雄の像が変わるところですよね。そういうことです。朝廷にあだなす者は敵として描かれるし、飛騨の国の人からしたら英雄だからいい人として描かれるしっていうことですよね。まあ、もしかするとそのそうですね、立場によって見方が変わる話もあるかもしれないですね。勝てば官軍ってことです。大和民族今勝ったからこの国は、うん、日本書紀がこうなんかもてはやされてるけど、実は違う人たちが勝ってればそっちの歴史が正しい歴史になってるやつ、うん、とかね、よく漫画とかでもありますけどね。まあ、それぐらい伝説が残ってる宿儺と両面宿儺、まあ、正式名称は、うん、アニメにも出てきますよ、はい、両面宿儺、両面宿儺です、はい、っていう伝説が残ってるというお話です。ちなみにこの両面宿儺の像が、まあ、実際に岐阜県の高山市にある善久寺っていうお寺や、まあ、千光寺というお寺に所蔵されているそうです。で、実際にこの呪術廻戦の宿儺ファンの方々がそういったお寺に、まあ、行って、なんか実際に見てみたり本当の聖地巡礼じゃん。そうだ ね、 ねっていうのもあるらしいです。まあ、ファンの方はよければ、あ、岐阜県ですね、高山市、はい、行ってみてください。まあ、両面宿儺、奇人か、はたまた英雄か、あ、この都市伝説信じるか信じないかは自分で決めなさい。しゃ、ありがとうございます。